こんにちは、おかチャンネルのおかちゃんです。今回はこちらの Adobe の Photoshop Elements 13と Premiere Elements 13を購入したので、簡単にご紹介とキャンペーンのご紹介をちょっとだけしたいと思います。まず先にこちらだけ見ていくと、パッケージはこのようになっています。後ろの紙を開くと特徴などが書いてあります。ちょっと見えにくいですが、必要なスペックはこのようになっています。中身を取り出すには、下からこのように箱を取り出して、このように DVD2 枚と簡単な説明書が2冊入っています。あとこの箱の裏にはシリアル番号が書いてあります。 DVD は Windows 用と Mac 用に分かれています。簡単な説明書は Windows と Mac は関係なくて、 Photoshop と Premiere の2冊入っています。ちなみに Photoshop Elements 13の作業画面はこのような感じになっています。プレミアエレメンツ13の編集画面はこのようになっています。あと先ほど言ったキャンペーンなどですが、購入期間が2015年4月24日から2015年5月29日までに購入した方に限り、こちらのギフトカードがもらえるようです。 Photoshop エレメンツ13とプレミアエレメンツ13のセット品を買うと4000円分のギフトカードがもらえるようです。単品ですとそれぞれ3000円分のギフトカードがもらえるようです。あとこちらのように対象外になるものもあるようなのでご注意ください。あとは Amazon でエレメンツ13がレジで 20% オフキャンペーンをやっています。対象期間は5月1日から5月29日までとなっています。在庫がなくなり次第終了と書いてあり、マーケットプレイスでのご注文は対象外と書いてあります。今回はエレメンツ13を購入してみたという動画とキャンペーンのご紹介でした。